それは爪楊枝でかたかき混ぜて溶かすっていうことね。そうはい、湯煎。あとはね、もう火止めちゃって大丈夫なので、ここで温めておくってことですね。はい。濁らないよね。純正だったら濁らないはず。あれちょっと濁ってる。あ、いや、爪楊枝入るはずだから。そう。ただ一応ね、少しずつ入れてこう溶かしながらいくんだけど、そうギリギリ。そう、右で器用にくるくるくるって回しながらね、大体3から 3.5 入るはずだけど、 3.5 だとちょっと多いかなって気がするんだけど、ギリギリの量、アンモニアをあんまり入れすぎない方が良いと言われてるのね。あ、ほぼ消えてる。でもいくつ入れた？7、2人分入れました。あ、そう。だいたいあとは待つだけ。あ、すごい。あ、これうまくいくね。かわいい。あ、手についた。あ、ちょっと待って。あ、なんか焦がすみたい。こっちの方がだいぶ前にやってね、うんうん、それでね、上の方に銀のなんかこう光沢っていうの、テカテカが見えるところがうまくいきます。あ、テカテカしてる。そう、じゃじゃん。はい、じゃあ軽く水洗い。あんまり勢いをけると剥がれる時があるので、軽く。はい、じゃじゃん。もう一回ぐらいですね。ちょっと泥みたいなのが、そう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 。はい、じゃじゃん。はい、あとは流しで、そうそうそう。あんまり直撃すると銀が剥がれる時があるのでね、優しく洗って、まあ、廃液をあらかた取ってるので、これでいいです。3から4。はい。まあ、そんなに厳密じゃない。一応割り当てがそのぐらいだって。で、アセトン入れて、また流しでいくことで。うん、はい、ステッ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 。で、その後、紙の上に。そうそう。かぶせて、このまま乾燥してもらって。黄色か。光落としたら、あ、眩しい、超眩しい。あ、見えない。ちょっとごめん。言われれば。